ちゃん4匹いる4羽か、うん、まだ目開いてないです。3羽よし、はい、ごめんなさい。つばめさん4羽いるのかな。3羽だと思うんだけどよく見えない。おはようございます。今日は早い時間から来てます。僕は寝てましたけど和子さんのやる気によって起こされてまだ目開かないまま歩ってます。慌てて歯磨いて顔洗ったんですが目は開きませんでした。ミミちゃんもわけわかんなくぼーっとしたまま動いてる感じです。さあ、まあ今日もよろしくお願いします。楽しい一日にしましょう。雨降るのかね。うん、でも天気予報見たら朝の雨は消えてたから曇りになってた。なんかでも湿気がすごい多いです。うん、すごい。夜も3時とか4時。久しぶりに7時前に家を出た。腰痛いからずっと座っていたい気持ちもあるけど行こう。ベビーカー、うん、はい、ミミちゃんリタイアしました。うん、ちょっとパラパラ降ってきてる感じかな。ワークアウトを終了しましたが出てる。してませんよ。偶然見つけたんですが、この2階のハンガーはどうやって使うんでしょうか。そこまで届く人はなかなかいないと思うんだよね。フラペチーノ買いに来ました。おしゃれでしょ。このウーバーで使ってるバッグ持ってきました。 GoPro 忘れたんで iPhone です。結構入れます。スタバの桃、うん、桃となんだっけ、あとバニラクリームってやつ、フラペチーノ買ってきました。はい、これは？ん？桃じゃないの？そっちがバニラ。え、バニラクリームも違う、二択なの？二択ではない。ちょっと二つ同じやつまんないと思う。桃。桃、バニラ。桃。いただきます。ん？桃がいっぱい。入ってきた。おいしい。すんげえ桃の果肉がいっぱいです。こっちのバニラクリームもなんか昔の何、うん、アイスっぽい感じで美味しいです。うん、今和子さん迎えに行くところでございます。今日はドゥッチのところで髪をカットしてもらって、で今山市でお買い物してるところをピックアップしようと思っております。各地でゲリラ豪雨、土砂災害、またリューチェルさんの自殺等ね、いろいろ辛いことが続いておりますが、毎日こうではないです。必ず日が照ってきますからね。みんな
希望を持って楽しく行きましょう。ゆみちゃん毎日楽しいね、うん、夕方お散歩来てます。3時40分ぐらいですね。湿気はあるんですが今日は曇りがちなので、まあまあそんなに温度は高くないような気がします。今日お仕事6時半からなのでね、ゆっくり、割とゆっくりのお散歩ができてます。さっきツバメ見たら4羽ヒナがいました。かなりもう大きくなってね、そろそろ飛ぶ練習とかするんじゃないかなと思われます。これからお仕事に行きます。今日は6時半、18時30分からの4時間でございます。なんかね、暗くなってきて雨降るんじゃないかなとちょっと心配なんですけれども、終わるまで持ってほしいです ね。特にゲリラ雷雨なんか来ないでほしいもんでございますが、はい、では行ってまいります。